今回も竹光で縦動画撮ってみました。はい、やっぱむずいっすね。難しいね。いやなんか、うん、ちょっと僕らが渋い手が好きなのかなっていうので、うんうん、まあそういう手を好きな師匠に習ってたんですけども、うん、こう木刀でやってたんですよね、うん、練習も、ね、前撮った動画とかも、うん、それを竹光でやるとやっぱどうしても剣と剣が当たって、うん、こう擦れるんですよ、うん、それの恐怖との戦いですね。ね、いやむずかった。人生で一番むずかったかもしれないですね。なんか、うん、こんな難しかったっけって思ったね。確かに。とチェック竹光チェック竹光チェックちょっとだけちょっと言ってますね。こことか分かりますかね。ほらすいません、私がやりました。いえいえ、これはお互い様です。あとなぜかここのね軽い割れ、何なんですかねこれ。でもまあもうちょっとしたらアルミテープみたいなの貼って、そうだね、貼ったらそれはごまかせますね、うん、まだやっぱ綺麗に使いたいっていうこの、そうだね、なんだろう、自己防衛じゃなくて、何て言うんだろうね、多分甘えです。甘えだね。確かに甘えが出ちゃってます ね。まあ、で今日撮った動画が、うん、デュアルウィールド真剣勝負2ってやつを、うん、竹光で撮ってみました。ね、ちょっと NG シーンとかもねあったりするので、多かったね、多かったですね。まあ、NG シーンどこまで載せるかはまだ決めてないんですけども、うん、まあ、そちらもあの合わせて楽しんでください、はい、それではどうぞどうぞ。結果オーライっす。なんかこういうアングルがいい。まあよく合ってましたね。まあまあまあ。それまで割となんか良かったっす。そうだね。あの感じで。あの感じです。回してるかな、ちょっとチェックしよう。回ってます。サムネ使おう。よいしょ。チャンネル登録、そしてグッドボタンもよろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。